中川誠一郎選手です。見事グランプレ初出場、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか。あ、嬉しいです。はい、今年は初めての G1 制覇もありましたが、あの時のことを振り返っていただけますか。はい、あ、あの時は、そうですね、もう震災直後だったので。<laughs> まあ、しっかり、その熊本の思いというか、はい。まあ、熊本に元気を出していただけるように。 しっかりアピールをしようと思って走った結果だったので、まあ最高の結果になっては良、い、かったと思います。熊本ご出身ということで、まあ心も痛めていらっしゃいました、あいらっしゃったと思いますけれども、そのあたりはいかがですか。はあ、そうですね。まあちょっとそのまあ走っていいのかちょっと複雑な思いもあったんですけど、でもやっぱりまあスポーツ選手みんなその。 やれることはもう本当にその自分のスポーツをこうやるっていうことしかできないのっていうみんな言ってると思うんですけどまあ僕もそうじゃないかと思ってやっぱりしっかり走りでアピールししたたいいなと思いました、ねはい、そしてその思いファンの方にも届いたと思うんですがファンの方の方声いかかがですか、はい、も,うものすごく喜んでもらったので選手、はい、になってよかったなと思いました。はい そして今年はオリンピック出場もありりりまましたたそのあたり振り返っていただけますか、はい、オリンピック、まあ、2回目だったんですけどちょっとロンドンの時が少し、まあ、悔いが残った感じになってしまったので、まあ、それだけはやめようと思ってしっかりその出し切って終わりたいなというのがあったので、まあ、そういった意味ではなんか終わった後こうすがすがしい気持ちになれたので良、はい、かったかなと思います。 両立はなかなか難しい世界だと思いますがいかかがでしたかはい、まあ、昔に比べればだんだん両立できるようになってきたのかなというのは、はい、経験なども、はい、含めて、はい、激動の1年だったと思いますが今、このグランプリの舞台に立つということでどんなお気持ちでしょうか。はいやっぱり、まあ、競輪 国内の,その競輪という意味ではもう最高の舞台なのでもうここを目標にずっとデビューからやってきたという思いもあるので楽しみです、はいえー、レースは立川開催となりますどんなイメージで挑みますか、はあ、もう場所がどこでも,もうグランプリ走れるというのはもう嬉しいことなので、はい、しっかり全力でアピールします、はい、ではたくさんのファンの皆さんに向けて意気込みをお願いします。 はい、全力で優勝目指して頑張ります。